蝶犬は、中国語官末期の武将。貴父は蝶祭。子は、蝶泉、女子一人。領衆部員軍曹励む権の人。若い頃は、県庁、劉俊の抜擢を得て、権利として仕えた。しばらくして、関水、変アキらラにこうした工事価値が謀反を起こし、劉俊を殺害した。蝶犬は隙を見て工事価値を暗殺し、上司の仇を打ち不明を挙げた。 その後、当時、東卓の配下であった吉地に従った。県安元年、吉地が南洋軍の城を攻略中に流れ屋に当たって戦死したために、その軍勢を長縫いが継ぐこととなった。その後、新たに参謀として加わった各は、長縫いに対し、将軍は軍祭に優れておられるが、曹操には及ばないと語ったと言われる。長縫いは、各の進言に従い、 核を派遣して劉氷と同盟を結んだ。蝶犬は宛に駐屯し、劉氷軍と合流した。懸案2年春、曹操が南洋軍に侵攻し、水に陣営を置くと、蝶犬は軍勢を引き連れて、曹操に降伏した。ところが、曹操が亡き父の長妻の妻であった未亡人を、そばめにしたために、蝶犬は恨みを抱くようになった。曹操は蝶犬が恨んでいることを知ると、 密かに、蝶犬を殺害する計画を立てた。しかし蝶犬は、この計画に気づくと、核の震源を入れて、曹操に奇襲をかけた。この奇襲で蝶犬は、曹公、曹安民、天衣などを含む多くの将兵を打ち取り、勝利を得た。曹操が、舞影に撤退すると、蝶犬は騎兵を引き連れて、舞影を攻めたが、撃退された。このためバリ犬は再び、 劉氷と同盟を結び、城に駐屯した。曹操が巨匠に帰ると、南洋軍の諸剣は曹操に反逆し、再び、蝶犬に味方することになった。その後も、蝶犬、劉氷は、曹操と抗争を続けた。懸案3年に、曹操が城に攻め寄せた時は、劉氷の派遣した援軍のおかげで、蝶犬は勝利した。曹操は蝶犬に退路を立たれたので、撤退すら、 ままならなくなったが、副兵を用いて、長縫軍を大いに破った。曹操軍の巡遊によれば、長縫軍はまるで、流氷軍の遊撃隊のようであり、また流氷に食料を頼っていたという。懸案4年11月、当初張リヌは袁紹からの同盟の誘いを受けるつもりであったが、各から大勢力たる袁紹との戦いを控えた今の、曹操は味方になる勢力を、 必ず攻遇するでしょうと進言され、これに従って曹操に基準し劣行に封じられた。基準後、長類の娘は、葬妃都市の妻として迎えられている。懸案5年、関和田氏の戦いで武功を上げ破強将軍に昇進した。また曹操に従い炎丹を破ったため、仮蔵を受けて、両有が合計2000個になった。しかし、検案十二年、 柳城の右岸生伐中に陣中で病死した。抵抗と死亡を送られた。三国志義縛り縫いんが中に引く儀略によると、長縫いは総方縫い母帝である総儀のもとへ何度か頼み事に赴いた。しかし総儀から、お前は私の兄を殺したのにどうして平気な顔をして会えるのだと言われたために、これに不安を感じ自殺したのだと言われている。 この長泉が後を継いだが、懸案24年に岐阜と共に、総価政権の転覆を目指すクーデターを図って、失敗し、領地を没収され処刑された。小説、三国支援儀にも登場し、ほぼ静止通りの活躍を演じているが、早々に降伏した後は登場しない。核の進言をよく聞く人物として描かれている。ありがとうございます。